はい、今日はですね、2018年の6月30日になります。6月30日といえば、まあ、1年の半分、元日から数えてちょうど半分っていう感じですね。なんで、まあ、ポートフォリオ、まあ、ポートフォリオといっても、まあ実質的に、自分的には、ただ気に入った銘柄を少しずつ買ってった、結果が、まあ、こうなったっていう状態の、まあ残高っていうか、今現在持っている株式になります。マンダラ系ですね。こちらはやっぱ優待目的ですかね。JT、高配当株。はい、ミニ株で持ってますね、JT。こちらはですね、まあ、高配当で、まあ、いずれは100株まで、増やして優待ももらおうって思ってます。スカイラークが、一番多いのかな。大きなウェイト。そして、こちらももう優待、完全に優待狙いですね、スカイラークなんか。で、インベスコ、リートのインベスコっていうのを少々ですね、3口。インベスコも意外と上がってますね。インベスコはね、なんか公募して、口数がものすごく増えた瞬間にすごい下がったんで、まあこれいずれ上がるかなと思って、ちょっと3株ほど、3口ほど買ったんですけど、もうちょっと買っておいてもよかったかなって、ちょっと後悔してます。で、ガンホーは、これはちょっとご愛嬌ですね。これなんていうか、不思議な株ですよね。キャッシュリッチだけど、なんか将来性はちょっと乏しい。で、配当も 1% なんで、優待もなしですね。配当も優待もないとかしょぼくて、ちょっと、パズドラだっけ？あのゲームを、まあ先細りって言ったら失礼だけど、で、収益のほとんどがパズドラに頼ってますよね。もうちょっと、ミクシーみたいに他にも収益以外があるといいんですけど。で、モーニングスター。モーニングスターもね、なんかミニ株で、まあ、こんなのミニ株で買ってもしょうがない。ような、なんだけど。こちらもね、優待狙いっていうか、優待狙いプラス、このモーニングスターは、業績拡大し、ゆっくりですよね、拡大してるんで、将来性はありますね。まあ、モーニングスターも、いずれ、単元株100株まで増やそうと思ってます。で、パチンコの平和。こちらもね、完全に優待狙いですね。レオパレス21。こちらはね、なんか、ちょっとね、建物に不備があったってことで、相当、値崩れしましたけど、まあ、やや下げ止まり感が出て、ちょっと安心してますけど、900円ぐらいが、もう600円、607円になってるんだっけ？これ。これね、なんか、ちょっと下がったんで、100円ぐらい下がったんで、もう、大丈夫かなと思って手出しちゃったんですけど、もう2、3日様子見ればよかったかなって。それか、50株ずつ2回に分けて、買えばよかったかなって、
少し反省してます。それで、ですね。最後に、ニーサで唯一持ってるのがセブン銀行。こちら、いい銘柄だと思うんですけどね。ちょっとパッとしてないですね。セブン銀行は、僕的には、セブン銀行は銀行というよりも小売りの、お金を扱っている小売業っていう風に僕は見てるんだけど、やっぱ世間では銀行ってことで一括りされてて評価が低いのかなと思いますね。まあ銀行は総じてマイナス金利になってから全然冴えないですね。フィンテック技術とかも、すごく、フィンテックの技術が発展すればするほど銀行の仕事が減っていきますよね。そういうのもあって、こういう銀行っていうのはものすごく評価が低いのかなーなんて思います。まあ、セブン銀行310株。これ10株っていうのはね、6月の頭ぐらいに、配当金が1575円入ったんで、それに2000円ほど足して、ミニ株で10株買い増ししました。JT もね、この間、6月権利日の JT スカイパーク。これ6月に配当優待の権利日来ましたよね。これでまあ、1万6000円ぐらい入るかなって思ったんで、まあそれに、少し自分なりに1万4000円ほどプラスして、1万5000円ほどプラスして、これも20株を30株、JT も20株を30株に買い増ししました。総じて、購入額が細かいんですけど、まあ、正直、今景気がいいので、株価はまあ、高値圏だと思うんですね。なもんで、割とちょっと消極的になってますね。全体的に購入は。できればもっとキャッシュポジションを増やして、この景気が悪くなった時のために、特にオリンピック後とかですね、すごく気にしてるのは、オリンピック後とかに景気がガクンと落ちたところでなんかまあいい銘柄をこそっと買いたいなとは考えてるんですけど、今日はですね、まあ2018年の6月30日1年の折り返し地点での、株式ポートフォリオでした。あとね、米国株で AT&T を30株ぐらい持ってますね。それで、まあ株式のすべてです。信用買いはしてないです。日本株、ほぼもう9割型日本株で、米国株が AT&T だけですね。そういう株式の残高です。はい、ご視聴ありがとうございます。